ここんにちはあきです今日もインドからお届けします、えー。今日は今年最後の配信になります、えー。本当に皆さん今年1年ありがとうございました。どんな年だったですかね、今年は。2019年。えー、本当にいろんなことがあったと思うんですけど、まずね、えっ、ー、とちょっとね、話違うかもしれないんですけど、あの お姉ちゃんたちが毎日ね最近こう9時から9時半までアルクトゥルスヒーリングチームの、ね、方たちと共に地球にあの光を送ってくれてんですけどでそのね昨日かなんかに送ったやつは、えーとね、早く切り上がったらしいんですよねだいたい9時から9時半ぐらいまでやるみたいなんだけどなんかもういいですってアルクトゥルスのヒーリングあアルクトゥルスが行ったって言ってて。 要はねあの、地球の光の保有量が増えてるみたいなんですよね。<laughs> すごくないですかでね、それをね、皆さんその、何人かね、そのヒーリングしてる方たちも感じてたみたいであるああの、同じようにね、アルクトゥルスに言われたり、あれ、今日早いね、みたいな感じになったみたいで、これってさ、やっぱり今年1年、みんなすごい手放し頑張ったってことですよね。 すごい軽くなってる。あとは、その、いろいろね、あのー、いろんなスピリチュアルな方たちと共に、こう、統合のワークね、やったり、あの、並木さんとかもね、すごい頑張っ頑張ってってね、私が言うのは、私も結構、あの、いろんな時に、あの、皆さんと一緒にやらせてもらったりしたし、結構みんなが本当に、こう、スピリチュアルやってる人たちね、が、本当に地球のことを、あのー、 手を取りり合ってやりやったっててややた感じかなそれが本当にいろいろ力になったんじゃないかなって思ってあの本当に結果として出てきてるんだなっていうのはすごい嬉しかったって感じだからそれだけさやっぱ重いものをみんな手放せてきてるってことだと思うんですよね本当に頑張りましたありがとうございますでえっとね今年やっぱり私すごいあの変化したんですよねもうね 今年の初めからかなそうだな。あの、すごいね、あの、拡大したんですよ。YouTube のチャンネルとかさ、ちょっとこうチェックしてたら、最初の登録者がさ、1000人ぐらいもいなかったんですよね。1月ぐらいで。1000人もいなかったのに、今はもう4万ね、何人みたいな。何万人になってるっていうのは、これはもうこの1年間の間に、 こんなに変化したっていう感じでちょっと自分でもびっくりなんだけどこれ何かっていうと要はその私自身の,えっとその今年に入るまあ去年ですよね去年までの間に結構こうブロック解除とか統合の枠統合の枠は知らなかったけどブロック解除をやってコツ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 と自分の,あの重い周波数をね取ってきてたんですねだから多分今年はあのそういう何て言うのかな軽くなった自分で。 なんかあとハイヤーとね一致した自分みたいなのの,あの拡大の仕方ををんか体験したみたいな感じだと思うんですよね。それであのハイヤーがやっぱこれをねあの早く伝えてほしいっていう感じで言ってたんだけどあの私が今今年体験したことっていうのは。 あの来年皆さんやっぱすごい体験することみたいでそれをねやっぱりみんなに伝えてあげてほしいみたいな感じで言ってたんですよ要はその軽くなるとあの起こる出来事とかはほんと拡大しちゃうしあとはその、ね、出会う人も変わってくるしでねあの一番嬉しかったのはやっぱりね 周りが豊かになっていくんだよね自分が豊かになって満たされてると周りが豊かになってくる自分が軽くなってくると周りも軽くなってくるみたいな、うん、そういう感じののをねすごい感じてあの何て言うのかな嬉しいことばっかりだよね。<laughs> なんかで来年もやっぱもうほんとすごいそういう感じにみんなもどんどんなっていくみたいだしそう豊かさっていうのも拡大していく。 あの、受け取って拡大していくっていうのを体験するみたいなので、やばいですよね。軽くなるってこういうことなんだなっていうか、本来の私たちってやっぱそれだけの力があるっていうことだから、そう、本当に皆さんね、今年苦しかったと思うんですよね。やっぱこんな激動のさ、意味わかんない、こう何、アップダウンの、<laughs> この時に <laughs>、私だって10月にね、日本帰った時に、 停電3日間のね軽井沢のあれも面白かったな軽井沢のね何だったっけ合宿に合宿じゃないか合宿みたいなのに行って4日間行って3日間停電だったっていうね信じられない <laughs> なんか、うん、なんかそういうだからね災害があったりとか、うん、いろんなことあったと思うんですよねやっぱり苦しい体験された方もいると思うけど これはやっぱりもうこれからこ,、ね、こういうのでこうどんどん生み出しをして自分が軽くなって今度はだからそれを頑張ったからね来年は豊かさを受け取る時みたいなので、まあ、本当に軽くなってる自分でね楽しんじゃうといいんじゃないかと思いますね。 本当にあのお疲れ様でしたでね、えっと、私ねやっぱ思ったのは結構自分が軽くなってくると何、えー、て言うのかな本当に毎日楽しいんですね豊かで楽しくてうふふあははみたいな感じなんだけどあのねこっから先にねまたステージがあったりするんだなっていうだからこう出会う人が変わっていったりとかあとはそのなんか自分が分かんないけどね本来だから なんか地球のことをやりたたいなーなんんててさ前は思ってたんですよねだけどそんなことできないしとかさ <laughs> なんかそんな力ないしそんなどうやってやんのみたいな感じでまあどっかで諦めてたというかもう自分で満たされて豊かでね毎日楽しく家族としていてこれでいいやって本当に思ってたんですよね。そ,うそしたらなんだか知らないけどなんかスターシードのことやるようになったり。 ななんかかサロンとかやるようになったり、うん、それでなんか地球のこととか考え出したり <laughs> っていうまたこういう流れになった時にあれみたいなあそういえばやりたいと思っ,思ってたなってあの思うようなことをまたやり始めたというか、うん、こういうなんていうのかな ボーナスタイムみたいな、<laughs> なんか、そういう感じで思ってる、そういうのがあったんだなっていう。だから、やっぱり自分が統合されてないとさ、こういうことも多分できないと思うんですよね。うんだから 楽しいことばっかりになっちゃうし、しかもその先に結構自分で用意してる面白いステージがあったりするのかなっていうあの出会いもねヨシさんと出会いも面白かったし <laughs> あとこれからも面白いと思うんですけどあのやっぱりねあの昔々の何て言うの何億年前からの知り合いとかにどんどん会っていくみたいなんですよね。 まあ、今世の自分はね100年ぐらいしか生けないからわかんないけど、まあ、前世のね自分が何億年って生きてきてるとしたら古い古い知り合いとかあのいろんな人たちに会っていくみたいだからやっぱすごい面白い出会いがいっぱいこれからもねあの私もあると思うし皆さんもねどんどん増えていくと思うので楽しみにあのされるといいと思いますね。すすごいいい楽しいこととばっっかりになっちゃうって感じだと思います これが本来の私たちの力であって、やっぱりこんな面白い時ところをね、選んで生まれてきてる私たちって、本当にナイスチョイスって感じだよね。もう <laughs>、この、なんていうのかな。すごい波、なんていうのかな。振り幅が大きいからね、こっちからこっちに行くっていう、本当に究極的な部分を体験するっていうことをしに来てるから、やっぱり本当に皆さんの、あの、魂っていうのは強い。 強いしうーんやっぱりそれだけのことが対応できるあのすごい能力が高い人がたくさん生まれてるんだろうなっていうのをすごい確信してるっていう感じです。で、えー、と本当にね今年1年ありがとうございましたそして来年も、えー、皆さんにとって素晴らしい年になるようにお祈りしています。 えーでは、良いお年をお迎えください。本当にありがとうございました。ではでは、良いお年を。